思い出していたのはまた家族のこと綾の葉お姉やんだからみんなのことよろしくね話そう秘密の作戦みたいに連れてこられた三人の真っ赤な目には大人に隠してた過去がある怯えた顔で僕は化け物だから果たし発めるそんなことはないよって真っ赤な人工の色だから怯えてみなくてもいいんだよ面白いこと悩んでは今日のお姉やんってほら見てみて赤い丸が巻きつけた暮らせているのかな きっと果たし派